今のところ大丈夫ですね。ありがとうございます。じゃあ次いきます、皆さん、はい、今回はモノマネしていただきます。目をつぶっていただいてカードを1枚ずつ見ていただきます。出すからでいいですか。はい、じゃあ、はい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 、はい、ではい、引きます、せーの、ボン。あ、ちょっと待って、2個あったからこっちにしよう。え、タイガーウッズとか無理じゃない。いや、まあ、綺麗な、なるべくこう特徴のある有名な選手を。誰？タイガーウッズ、私。なんかさ、でもすごい、もうさ、そのまんまでいいよ。マネとか、マネとか。じゃあやめよう。もう一回、ちょ、もう一回。じゃあこの辺で、はい。はい。あじゃあ行きます。ちょっとで止めるは一緒かな。そうね。なんかこういう感じよ。フィニッシュがなんかブレのところみたいな。最高。キャラです。最高、最高です。あれ難しいわ。世界の世界の青木さん。青木さん、すいません、失礼します。失礼します。これ伝わる？なんかわかるわかる。あ、似てる。足、足似てる。足今のでいい？うん、似てる似てる。おお、ナイス。飛ばんわな。飛ばんわ。そう、あの肩甲骨柔らかめにね。そう、いいねいいね。すごい。右の脇。あ、右の脇を何？あ、そうそう。似てる似てる。いい？うん、待って待って、切り返してこれない。なんで？肩の屈伸みたいな。必死だよ。あ、まあなるよね。しょうがない。あって、股間沈む？ちょっとダウンで。なんでる？待ってる？飛びそう、飛びそう。スティンガー、スティンガー。スティンガーってなんだっけ？低いやつ。あ、そっか、低いか。ちょっとタイミングが合わない。合わないよ。ちょ、今んとこ。そのかみんな悪かった。みんな微妙だな。Cさんが一番良かった。私良かった。うん。普通に当たった。やっぱゆっくり振れる方がいいな。ゆっくり振りたいね。タイガーってすごい腰のスピード。秒だから。めちゃくちゃ研究するじゃん。うわー、すごいわ。あんなに手が上がっちゃうの？沈んで。バフン。あー。チーって感じ。どうやって戻すんだろう。おお、合わせてきた、うまく。うまく合わせたよ。おお、ちゃんとフィニッシュやったもんね。ちょっと今ね、タイガーウッズとかじゃない。ちょっと遠かった気がするんだよ。なんかちょっと丸い。そうだよね、丸い丸い。こういうイメージなんだよ。いきなりさ、こういうイメージ。いや、それ背高いからそうなってる。ああ、そうなのか。北さんのパターンとかわかんない。アプローチもタイガーウッズのこれしかイメージない。打った後はこうやってやってるイメージ。波動のイメージがすごいんだけど、うん、これ真似とかよくわかんないから。笑ってるでしょ。笑ってる。なんかちょっとさ、顔もちょっと入ってきたなと思って。うまーい。うまーい。今のところりさちゃんが一番似てる。
感じ。すごい綺麗。でもなんかね、雰囲気出てる。うまい。出てる。うん、こんな感じ。ナイス。ナイス。オッケー。じゃあ、じゃあ、オッケー。ナイス。ダボです。青木さん。イエーイ。もう何度か忘れたっていう事件なんだけど。あ、リサちゃんだな。リサちゃんが一番いいの。ナイスだね。あまりに勝てないんで、ここから2ホール普通にゴルフするんですが、美穂さんだけは左で行ってもらいます。はい、そこは頑張ります。レディーしてから行きます。だからうちらの戦いよ、もう。そうだね。美穂さんはここからの練習、左打ちの練習。おお。いいよいいよ。いい感じ。スイングはめちゃくちゃ綺麗だね。飛びそうな感じ。みんなやっぱ左でもスイングは綺麗なんだね。うん、青木さん出てきた。入ってます。青木さんがまだいる。ナイスショー。やっぱタイガーウッズじゃない、最後さ、心がいい。うん、ナイスショー。ナイスショー。ミトコンがラフまでびっくり。一人で打ってる感じ。あー、バンカー。アイアンにしよう。やべ、うちは難しいみたいです。私はやってないけど。当たる気しないもん。みんなすごいよね。普通。あー、手前。お、ガンガン。変だ。ああ、でも確かにアイアンの方がいい当たりかも。うまい。うまいよ。うまい。うまいよ。スピンかけてきた。左打ちでスピンかけてきた。おー、ここから上がらない。やっぱ弱くなっちゃうんだね、左打ちだとパターン。ねな、どんどん次8。あっ、いやー、切れるか。あー、切れない。ナイス。あー、9。美穂さんがやってくれました。ナイス。ボギー。レディースティーからバーディーを取った人にプラス5ポイントします。でかいね。でかいよ、ね、ここで一気に罰ゲーム回避できるかも。いやでも池入る可能性高いけど、ドライバーで乗るでしょ。狙う。美穂さんって平均飛距離いくつなんですか。200、450。あー、全然もうペランペラン。まあまあ、ね、リーさんスイング変わってないやつ。なんかお尻が出てたよね。やばい、本当にバンブリした方がいいんじゃない。抜けなくなっちゃった、青木さんが。なんかそんな猫背ですよ。なんか変だよね、リサちゃん。
リサちゃん、兄さん大丈夫大丈夫大丈夫。お、ナイスショー。いや、行ったわ。行ったんじゃない、すげー、行ったんじゃない。何なの、なんで、もうワンオンじゃん。まだ右側池がある。ここ狙ってきちゃったよ、この辺まで。その池の手前の底にある、うん、すごい。ドライバーはやっぱ一番得意なんですか。得意っていうわけじゃないですけど、一番なんか武器にはしないとなっていう感じです。曲がる、曲がる、いや曲がります、曲がります。曲がるんですか。昔よりは曲がらなくなった。昔はなんか隣のホールにいたんだけど、隣のホールで会うんだよね毎回。ねえ。何のね、リサちゃんが隣になんか毎回ね、横から出てくるのみんな。でも自分の中の 100% では絶対打たないです。でもそれこそドラゴン大会とかだったらもう振らないとダメなんで、もう 120% ぐらいの気持ちで打ちますけど。70% とか。ストップして右に。あ、右。全然ここまで来てるよ。よし、バーディー取ろう。270いくつとかでしたっけ。278とかじゃなかった。なんで250ちょいとかじゃないですかね、多分。ナイスー。あ、ちょっとバーディー取らないでよ。バーディー取られちゃう。バーディーはそういうこと？一年にとって有利な。うん。止められる。まだ左打ち残ってるから。いや、弱いな。うわー、オッケー、ナイスパー。いいんだな。オッケー。あ、もうなんか全然引っ掛けてる。うん、ナイス。4ポイント取られた。4ポイント取られた。リオさん4で、うちは全員3。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。モノマネホールが終わりました。モノマネホール似てましたね、こういうの。後ろから見てました。全然なんかやってないぐらいになんか止めただけじゃん。杉山美穂出てるし、今のとこ大丈夫ですか。問題ございません。大丈夫です。ありがとうございます。いよいよ最後の3ホールになりまして。最後3ホール、はい。もう強くて何をやっても、まあ、だいぶねリサちゃんの足は引っ張れたんですけど、てか何の相談してんだって話だよね。太平洋の人に何の相談してんだよ。最後の3ホールもまた、あの、普段皆さんがやらないようなことで、はい、面白く終わりたいと思います。わかりました。じゃあ残り3ホール頑張ってください、はい、よろしくお願いします。